7月3日から新しいお札の発行が始まります、うん、1万円札には日本の資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一が描かれ、5000円札には津田塾大学の創立者津田梅子、1000円札は近代日本医学の父北里柴三郎と、それぞれお札の顔が変わることになります。1万円札の顔が変わるのは40年ぶりだということです。縦に入るデザインってちょっとほら細く入ってる、1万円の左側がね、うん、そうそうとか、これホログラムです ね、うん、あの縦ってなかったでしょ。あ、そこです、そこです、そこ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 、あ、これもそうだ、そうですね。で、特にあの日本人ってお札がやっぱり私じゃないですけど好きだと思うんですよ、うんうん、お札ってお札ってって書くでしょ。確かに確かに。紙幣って書く、その幣っていうのはもともと神様に備える布のことなんですよね。なんかこうありがたいものっていう感じがするんじゃないかと思うんですよね。ちょっとうやうやしい感じですね。そうそう、なんかその辺が面白いなと思ってるわけですよ。今回の発行で偽造防止の新技術が加わりました。例えばこちら透かしの技術、さらに 3D ホログラムですね。で 3D ってどういうことかって言ったら、お札を動かすと見る方向によって顔の感じが変わるんですよ、うん、向きが、向きが、で、例えば1万円札の場合はその一番下のところに1万っていう数字があるんですけど、うん、それが動かすと出てくるんですよね、はい、まあ、そもそもほら厚さに制約があるわけでしょ。でその中でそんな立体感があって大きく動くホログラムを作るのは技術的には大変なことなんですって、うん、だから世界でもこういう風なホログラムを入れたのは、銀行券で入れたのは初めて。まあ、偽造防止のためになるべく高精細な写真が手に入ること、ね、あのそれがないとモデルがないっていうことになっちゃうんで、うん、それからあとお札にふさわしい品格のある人、聖徳太子の写真をどうやって手に入れたか、これはまあ謎ですね。聖徳太子の場合は肖像画があって、それをみんなが知ってるから、これを正確に起こせば、まあ、札になった、うん、で3つ目がですね、まあ、国民に広く知られている人で、そうなると、まあ、結果的にはそのまあ明治以降の人物っていうのが多いんですよね、うん、みんな津田梅子さんとか、うん、あの札に乗る前から知ってんの？津田塾の、うん、いや知識として知ってるけど顔ピンとこない、確かに、そうだよ、ね、もう北里さんとか、うん、未だに分かんないよ、うん、日本人のちょっと危ういところがあるからね。確かに確かに。次から大谷にしよう。でも確かにそういう感じですよね。しかも高精細の写真は残ってるでしょうからね。ありますからね、たくさん。1990年前後だったかな、やはり大蔵省で紙幣のね、うん、あの発行の部署にいた時があって。あ、そうなんですか。そうそうそう、当時は需要としてやっぱり高額紙幣の需要が増えるんじゃないか。あ、当時は ね、5万円札を出すとか、うんうん、10万円札を出す出さないっていう議論があったけど、だけどもうそれはだん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 ね、デジタル化してるキャッシュレス化の中で、うん、それは今収まってるような。今日伺うのはこちらの小森コーポレーションさんです。いいとこにありますよね。こんにちは。こんにちは。ようこそいらっしゃいました。出迎えてくれたのは執行役員のスティーブ・クレイグさんと上原武雄さん。印刷機械を製造販売している小森コーポレーション、紙幣を印刷できる機械も製造していて、実は日本の紙幣は 100% 小森コーポレーションの機械で印刷されているんです。来た来たよ。早速見せてくれたのは実際の紙幣印刷機で印刷したデモンストレーション用の紙幣。You can feel here. Yeah, yeah, yeah. It's very high. そう、デコボコになってるの、ここ。確かにこの100のところはデコボコして、だから触ると分かるんです。ここ。So you could strike a match on it if you're a smoker. Really? No. I'm kidding. This gives the banknote a very different feel, and it's one of the ways that the public recognize a banknote as genuine.最新技術を詰め込んだこちらのお札、目の不自由な人向けのエンボス加工や、こちらはブラックライトを当てると隠れた文字や図柄が現れる加工です。さらにスマートフォンのアプリで写真を撮ると、あ、なんかそうするとですね、あ、なんか出てきた、チェックが出て、まあ、これは本物ですよと。通し番号が表示される特殊な印刷です。So with banknotes, you have a beautiful design, but you have to mass produce them. So art, beautiful design,
and the science because we have to make billions of banknotes. 技術革新にも取り組んでいます。その一つがまだ紙幣印刷には使われていないデジタル印刷機の導入です。そこには驚きの技術が。あ、本当だ。これがデジタルだとできるってこと。